JR 阿佐ヶ谷駅南口から青梅街道にかけておよそ700メートルにわたる阿佐ヶ谷パールセンター。この商店街では訪れた人に活気や楽しい雰囲気を感じてもらおうと様々なイベントを開催しています。昨日21日から始まったのが阿佐ヶ谷ワンニャン写真展です。この写真展は例年商店街にある阿佐ヶ谷我がふるさと館の2階スペースで開催してきました。今年は密を避けるため去年に引き続き入り口の扉に展示されています。これは商店街で、お客様に参加していただけるようなイベントを何か考えている中で、ペットっていうのが、家族であり恋人でありという大事な存在になっているので、それの写真展をしたら皆さん参加してくれるんじゃないかっていうところで、思いついて、実際続いている企画です。写真展を担当する太田さんによりますと毎年およそ100点の応募があるそうです。12回目となる今年はそれ以上の179点が集まりました。写真は入り口での展示のほか商店街の役員によって選ばれたおよそ40点が横断幕に拡大印刷され展示。商店街の端から端まで10枚の横断幕が掲げられています。役員みんなでどの写真が映えるかっていうことで全部可愛いのでペットの優劣ということではなくて結局写真としていい写真が選ばれるようになってますね。太田さんは商店街イベントについて買い物する場所としてだけでなく人々が参加し愛着を持ってもらい自分の商店街として感じてほしいと話していました。皆さん阿佐ヶ谷ワンニャン写真展ぜひ見に来てください。お待ちしてます。阿佐ヶ谷ワンニャン写真展は阿佐ヶ谷パールセンターで来月10日まで開催されています。癒し、もう最高。僕も好きなのでたまらないですね。ワンちゃんもニャンちゃんも好きですか？もうねうち実家にね犬2匹猫3匹すごい。もう動物園化してるんですけど。そうですか。もう本当動物ってもう一生家族ですから大好き、でインタビューに答えてくださった太田さんなんですが、こうしたイベントを通して僕のパールセンター、私のパールセンターっていう気持ちになっていただけたら嬉しいなと、そんなコメントもありました。そういうことなんですね。来月10日までやってますのでね、ぜひ杉並区の方もそうでない方も足を運んでみんなで森の町かなって思っていただけたら楽しいと思います。